みさんもじゃあ、3月の今日木曜日か。ってことは多分、11日だ。そうだ、今日11日だ。まあ、震災から10年ということでね。一応今日なんか特番やんのかな？まあ、それみたいですけど、俺ちょっと、まあ、マンションが、今日ね、消防点検なんですよ。だからちょっとそれもね、やんなきゃいけないんで、早めにね、動画撮っておきたいと思うんですけど、タイトルになるとね、中古レミゲージちょこっとで買いましたんで、紹介していきたいかなと思います。こちらですね。で、本当は2個しか買うつもりなかったんですけど、なんか1個だけ残しておくのもあれかなと思って、見つかって、で、もう1個ついでに買ってきました。こちらですね、まず。加藤から、ここ1、2年ぐらいかな？多分ここ1年ぐらいで発売された、トイレが組み込まれたタイプの中央線ですね。E23 だっけの。で、そのトイレまで埋められた方の、造形セットのケースね。まあ、これが一応550円で、まあ、税込み言ってましたんで、こいつ買ってきました。うわ、最悪。で、このケースは完全に、もう加工する用で買ってきました。本当は家にあるケース探せばよかったんですけど、なんかウレタン別に探さなきゃいけなかったんで、めんどくさかったんで、まあ一応ね、適用されてるウレタンっていうのがあるんで、まあそれのウレタン穴開けつつ、やっていこうかなというところで買ってます。だから次の動画にするか、まあこの動画でまとめてやっちゃうか、そうですね、ちょっと悩んでるところではありますが、多分この動画で一本でやっていきたいかなと思いますね。めんどくさいんでね。一応ケース550円ですね。で、中にはね、説明書とか一切入ってなく、ウレタンだけですね。あとプチプチがちょっと入ってたぐらいです。で、買ってきたのはこちらですね。3両買ってきました。トミックスの古希106ですね。それのグレーが1台と、ちょっと見にくいのかもしれないですけど、古希106のグレーが1台と、古希107ですね。このグレーが2台、まあ、合計3台ですね、売ってたんで買ってきました。で、あとね、スーパーレールカゴ用の、ここのね、なんていうの、その、透けてないやつ？確かスーパーレールカゴってここの部分が透けてないんで、その箇所が2台ぐらいだったんですけど、まあ、普通にね、古希、こっちのやつで買ってきました。一応番号はね、両方とも74なんで、多分なんかの単品のやつなのかなと思います。で、これなんで3本買ったかっていうと、まあ、普通に値段も安いんですよ。一応税込みで748円ってことなんで、まあなんていうの、新品の3割引きで買ったとしても、まあ700円なんで、まあそれより安かったんですけど、で、ちょっとこれ難点はありまして、ここなんですよ。中にスプリングが入ってるかどうかわかんないんですけど、全部加藤の、カプラ屋根に変えられちゃってるんですよ。で、これに関してはね、俺多分シャタンナックルどっかにあるはずなんで、まあそれ探しね、まあなければ追加で買って、交換したいと思うんですけど、で、まあ見つかったりっていうのが面白くて、これ、どれか1両だけが袋の中に手すりが外れてたんですよ。で、その外れた手すりがこの2両のうちのどっちかに入ってて、なんか手すりおまけで、まあ買ってもいいかなと思ったんですけど、まあどうせなら、まあそのまま手すりつけちゃえば、まあ3両組めるってことで買ってきました。どれだったっけな？確かね、古希107のがね、外れてたんですよ。ここに手すりがあったんで、確か古希107かな。そう、だから面白かったんですよね。これじゃあ、アズリアの部分だったら買ったんですけど、店員さんがなぜか間違えて、多分こっちの、どっちか3本の中の入れたと思うんですよ。まあ面白いことに。まあそんなところでございます。まあ一応今回ね、空ゴキとケースしか買ってないんで、まあ尺的にはね、これぐらいでございます。一応、あとあれか、昨日のデータで、ほがらかどうから、スーパーレールカゴじゃねえや。間違えた。トヨタのロングバズエクスプレスね。そのコンテナが今年のね、10月か11月に再生産かかるってことなんで、まあちょうどね、今のうちから古希集めていくことに関しては、まあいいのかなと思います。まあトミックスの古希も、まあ一応加藤があれか、確か古希の再生産か。一応かけたはずなんですけど、そうですね。まあ一応再生産かけたんですけど、うち多分ね、俺の後ろにあるね、本棚のね、下段の方探せばね、確か空古希がいっぱい眠ってるんですよ。ずいぶん前にもね、確かカラオケ買ってるんですよね。ちょっとだけ、じゃあこのカラオケ調べましょうかね。こっちが古希107の70。古希100、あ、間違えた。107の74検索。なんかアホみたいなサイト出てきた。ちょっと待って。古希170。トミックスは出てきたけど。あ、これって、あ、ゾービー型のやつか。普通にあれってね、コンテナなしの一台のタイプのやつか。なるほど。ああ、一応4年前か。3年半前に出てるんですね。JRF 突破禁止のマークがなくなった姿を再現。ん？一応突破禁止のマークはありますけど、そうですね。JRF、あ、これ違うわ。あ、これ全然マークちゃう。失礼しました。こっちじゃねえや。製品リストから行くしかねえか。車両カシャカシャカシャ。カシャの全表示で、古希107。増備型だからこれ違いますね。これも増備型か。そして増備型コンテナなし。どれだ？もう一応確かにこうやってやると、検索には引っかかるんですよね。多分何かのやつなんだけど、その記載がわかんねえんだよ、俺も。
多分あれか、ちょっと前の発売ですが、まあ一応このコキ107から、確かね、今までのトミックスのコキって、このタイプなんですよ。この裏側にこのカプラーポケットのあのケースがあるやつ。で、コキ107からこれが表側に変わったから、いちいちこの台車を打たなきゃいけなくなったんですよ。いつだろうなこれ。今まで大体こういうのって、シャバン検索すれば引っかかったんですけど、今回はちょっと珍しく引っかかんないんで、今ちょっとここにこれやってるんですけど。でもそうですね、確かにねえな。まあそうですね、JRF マーク付き呼吸。そうですね。2753か。トミックス2753。あ、多分これかな、呼吸107型コンテナの話。いや、でも、そうだね、書いてはないね。あ、これっすね。これだ。ちょうどこれ呼吸10770になりましたね、突破禁止付き。発売されたのが2009年の8月か。まあ確かに今新造されてるコキ107か。まああいつら確かに突破なしって書いたりするんで、まあそれはそうですけど、なんか俺このジェルマグ好きなやつが多いんですよ。だからそうですね。まあ反射板はね、ちょっとないんで、まあここの穴部分に本当は差し込めるやつがあるんですけど、まあそれに関してはちょっとなんか別探すか。で、こっちっすね。なんかこれに関してはね、俺ここだったりがあるんだよな。この421ってやつね、俺一回買ったことあるんだよな。多分これヤマトかなんかのやつなんですよ。確かヤマトだと思った。ちょっと待ってくださいね。コキ106型。ちょっとまずコンテナしかいっか。これも一応そうですね。JRF マークで突破禁止はあんのか。これは、そうだね。421だから単品のやつじゃないですね。コンテナがないやつではなかったです。そうなるとこれか？いや、ネコロジーは違うわ。なんだろう。ちょっと待って。もう検索かけちゃった。はい。コキ106の、コキ106の421。ああ、これっすね。ああ、これグレーのコンテナなしだ。ああ、こっちか。単品の方か。ああ、そうですね。単品のっすね。一応発売されたのが、2000年の12月。俺、2000年俺3歳なんだけど。それの12月、まあそうですね。俺が3歳の方からそうですね。一応、まあ、値段が当時1000円で、そうですね。一応、品番は2769ってやつなんですね。だいぶ古いやつですね、これ。一応、これ、シャバンが402で。まあ、これと一緒っすね。見にくいんですけど。まあ、そうですね。一応、空こき3台か。まあ、一応、そうですね。定価の、まあ、1000円の3割引きで、まあ、お釣りくるぐらいなんで。まあ、そうですね。全然ありかなと。一応、そうですね。一応、これ問題は中に、でもね、これの中にバネが入ってるっぽいですよ。なんか、ちょっと、しかも、蓋が若干腐っちゃってるんですけど。これはバネが入ってるっぽいんだけど、こいつらが、でも一応こうやって押して反発するんで、多分バネ入ってると思うんですけどね。まあ一応ね、今度車間短縮、探して、まあ交換したいかなと思いますね。俺もね、昔はね、正直ナックルカプラー N 使ってたんですけど、なんか、車幅が広いからっていうので、全部車端の N に変えちゃったんですよね。確かね、全部、いつだっけな、去年ぐらいかなんかにコキ買った時に、カプラー使い切っちゃったっけな。多分使い切った気がするんだよな。ちょっと前からね、1年ぐらい、ここ1年ぐらいの間で、俺確かコキをね、一気に20台しか買ってるんですよ、空コキだけ。しかもちょうどヤマトが乗ってたやつ。青とグレー。いや、そうっすね、それで多分ね、あるはずなんだよな。だから、一応、まあ、探してみます。まあ、一応ね、車体 N だったら、別にこれ連結できるんでね、まあ、そのままでもいいんですけど。それじゃあ、一応、こいつらに関しては、ちょっと今、コキの空ケースが今、うちなくて、全部ブックサンドの中に、こういうところ、今、ここでもね、N ゲージは何台か落ちてるんですけど、こういう感じで、バンって野ざらしに置かれちゃってるんで、ちょっと一回ね、それも整理はしたいかなとですね。近いうちに。そうですね。整理しないと多分、ひどいことになる。もうひどいことになってんだけどね。なりそうではなくなってるんですよ。うちの場合は。よいしょ。危ないですけど、一応、ここね、手すりのところに引っ掛けてみましょうか。一応、これはこれで囲いときましょうかね。って言いましょう、そこ。で、カラケースもですね、まあ、尺が9分ぐらいなんでね、加工していきたいかなと思います。一応、中敷きの下は何もないね。で、今回何するかっていうと、こいつっすね。動画で作って、その後結局動画外で作って完成させた、こちらっすね。加藤の885系の、鬼滅の刃ですね。一応、こっちの方が、一応、ノーマルの純正品ケースなんで、まあ、面白み込みで、やりたいなと思ったことがありましたんで、やっていきたいかなと思います。で、一応、ウレタンはね、これ一応合うようにカッティングはしていきますんでね、一両ずつ個々に合うように。それをしながらって感じでございます。で、何をするかっていうと、こちらっすね。
まあこれ普通に動画外で買っ、まあ動画外でやってたんですけど、これっすね。今、マックがちょうどやってるハッピーセットの鬼滅の刃。まあ俺最初ね、5セットかなんか買ったのかな。したらちょうどこれだけなんですよ。この柱のやつだけのセットが当たんなくて、で、その後追加で7セット買ったら一応全部がオール2セットずつ、まあ揃いましたんで、こっちの方で、まあ今回はね、ステッカー、まあ貼って、ケース、鬼滅の刃の、まあラッピングにしていきたいかなと思います。全部が2セットずつはちゃんと揃ってるんですよ。で、多分一応霹靂一閃が多いのかな、一番。そうですね、多分霹靂一閃と伊之助が多い感じか。ああ、そうですね、霹靂が4セットか。じゃあ霹靂だけはそうですね、一番待って感じですね。よいしょ。まあ一応今回ハッピーセットのやつって、鬼滅の刃の映画とコラボとかじゃないんで、普通に煉獄さんだけないんですけど、まあその辺はちょっとどうにかしつつ、やっていこうかなと思います。というわけでそうですね、こいつらじゃあまず1セットずつ持っていきましょうか。そうなんですかね。一応ね、ヤフオク見たらね、そんなに高値ではなかったんですよ、この転売されてんのが。まあ、だから、そうですね。多分まあ、だからマックとか行けばまだあるんですかね、ハッピージェットで。一応全部で何個あるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、こっちが15。そうですね、だから多分、じゃあ7セットで8セットか。一応こっちが5セットあるんで、そうですね、全部で俺15セットあるのか。よく15セットも買いましたからね。まあいいや。ってわけでじゃあやっていきましょうかね。ってことでまずはケースの方から、直近していきたいかなと思います。ちょうどね、鬼滅の刃の炭治郎柄の袋があるんで。そうですね、ちょうど炭治郎柄ですね。この中にしまっておきましょうかね。今日出かけた時に、そうですね、ハッピーセットあれば、お昼程度には買ってもいいかもしれないですね。ってわけでじゃあね、直近していきたいかなと思います。よいしょ。一応下から順にね、直近していきます。そうですね。この辺はもう、しゃべりなく、躊躇なくやっていきますんで、ね、ちょっと分かりづらかったらすみません。こういうのはね、俺も、動画外でも、なんていうの、例えばだけど、バルで買った車両がケースなくて、どうにか入れたいなって時は、普通にプライベートで直近しちゃってますんで。フレタンの学校に関してはね、めちゃくちゃ慣れてるんですよ。よいしょ。あと、ここっすね。この番号はこれぐらいでいいかな。こういうところもね、まあ、躊躇なく、直近するだけなので。まあ、あとはね、手とか切らないように気をつければいいだけなので。あと、こういうふうにね、むしってあげて。まあ、こういうふうにね、ちょっとゆとりがあるぐらいにすればいいのでね。まあ、ウレタンに関してはそうですね。加工に関してはまあ手慣れてるんで、パッパカパッパカいきますけど。今回のやつはちょっとそうですね、両サイド全部削った方がいいな。というわけで、そうですね、ちょっとここの部分だけ、全部両サイドだけね、ちょっと削り落としちゃいます。本当はね、この適切な、なんつうの、その特急電車のやつがあればいいんですけど、中古のウレタン探すのめんどくさかったんで、まあ、しかもウレタンだけの今100円ぐらいするんで、まあ、キャスコ、ポポンとかキャスコのから、ウレタン買ってもいいんですけど、それもそれでめんどくさかったんで。やべ、切りすぎちゃった。明らかにここ切り落としましたね。ここ思いっきり切断しました。で、ウレタンが今ゴミとか飛んでっちゃった。まあ、だからそうですね、空ケース買って、でもいいと思うんですよ。で、こういうふうにその両数のウレタンがあれば、まあ、それカットすればみたいな感じでも。まあ、そこはなんか人それぞれのやり方。まあ、こういうふうにカットがめんどくさいよって方だったら、まあ、ちょっとお金出して、ポポンとか、キャスコの、ウレタン買ってもいいと思うんで。あ、間違えた。あぶね。カッティングの仕方間違えるところだった。まあ、間違えたんだけど、今。今、明らかにもう、縦に、ハサミ入れちゃいましたからね、カッター。ここだけ。落としましょうかね。最初反対側もね、落としていくだけなので。まあ、今なんかやっぱりそのなんだっけ、
あの、キャスクもね、ウレタンがなんつうの、その、でかいやつ、まあ、いろいろ寸法ありますんで、まあ、そっちでもいいとは思うんですけど。でもね、こっちの方が俺は面白いんですよね。まあ、あっちだと、あの、あっちの利点としては、あの、値段は張る、あの、値段は張るけど、その、そのケース買えば、その適正買えば、あの、中身は自由に入れ替えるんですよ。ただこれカッティングしちゃってるんで、その車両適正に合わせてなんですよ。だここに合わせてって感じ。そうですね。そこはこっち側の難点かな。で、キャスコの難点は、匂いがきついんですよ。あの、メーカーさんも言ってるんですけど、あれ何なのかな？型から取るときの薬剤かなんかの影響で匂いが強いんですよね。あの、これ中身スポンって抜くと。だから、型とかっていうのはそういうのがないんで、そういうので言うと、俺はこっちのやつを使っちゃうんですよね。だから、そこはそうですね。人それぞれの、なんかお気に入りの、まあ、やつでもいいのでね。まあ、やってみてくださいなってところですかね。まあ、こういうカッティングがね、めんどくさいよって人はね、まあ、キャスコか、ポポンの、買った方が楽っすからね。まあ、正直言うと、そっちの方がね、俺も楽だと思うんですけど、まあ、俺の場合はこれがなんつうの、やるのが慣れちゃって楽しいから、ストレス発散にもなるし、まあ、切り刻むっていう意味で言うとね。まあ、完全にあの、カメラの、視界外で切り落としますよ、ね、こういう風に。まあ、だからそこは人それぞれお好みで自分が楽しいなって思う方で俺はいいと思いますよ。よいしょ。大丈夫ですねこれで。で多分4と3とかはね多分そのままでいいと思うんですよ。そうですね、4と3は横幅さえ削れば簡単ですね。大丈夫ですね。で、多分2号車もパンタがあるんで、そうですね、こっちと同じように確認していきましょう。そうですね、大丈夫そうです。あ、でもちょっと待って、あ、こっちはちょっと配管多いのか。そうですね、配管分ここか。まあ、じゃあ、ああいうふうに今切れてる、俺、あの、ウレタンのハス捨ててるんですけど、まあ、そういうのを別に取っとけば何かの材料に使えますんでね。まあ、そこだから、お好みそれぞれ。大丈夫そうかな、ギリギリ。そうですね、大丈夫そうですね。で、最後が1号車。1号車も、そうですね、顔の部分。ここの先端だけそうですね、落としましょうかね、軽くだけ。どう落とそうかな。こういくか。大丈夫そうですね。というわけで、こっちは完成なので、こっち側っすね。ウレタン一応中に戻して、プチプチも戻して。そしたらそうですね。こっちのステッカーか、貼っていきましょうかね。一応これ買ったやつからそもそもカラスリがなかったんでね。まあ、面白みも込みで貼っていきます。で、これはもう適当に貼っていきましょうかね。あれ、これもシールだよね、多分。3月金曜、あ、先週なんだ、あ、先週なんだ、ドラえもんの新しい映画、宇宙小戦争。これ昔あったんですよね。昔の方、あ、そっか、新しいやつちょっと見てみて。
俺基本的に映画館行って、あの映画って見ないんですよ。YouTube にどうせ出てくるだろうなっていうのがあるんで。そうですね、だからエヴァンゲリオンはちょっと見に行きたいんですよね、個人的に。個人的に。ちなみに唯一このシールさ、横型貼っちゃったからちょっと最悪だよね。なんか完全にもう面白み半分で、適当に貼っていくだけなので。やべ、飛んでった。これ誰だっけ？あ、胡蝶忍か。胡蝶忍貼って、誰だっけ？名前そんなの俺覚えてないんですよ。誰だっけこの人。忘れた。忘れたってたまに面白いよね。で、これがあれ派手派手の人でしょ。忘れた。名前は忘れるんですよ。で、これが、時藤無一郎か。これたまに少しは覚えてるんですよ。これが多分時藤無一郎で、誰だっけな、忘れた。これをね、俺精神異常者って覚えてるんですよ。あの個人的として。で、これが煉獄さんでしょ。これ誰だっけな、岩の人。本当に名前覚えてなくて申し訳ないですけど。あと多分ここにもちっちゃいやつって確かあったはずなんで。あ、ちっちゃかったら大きかったりか。で、これが蛇使いの人。あ、こことここくっつければよかったね。確かここって一応カップル枠なんだっけ。似たような感じでいくと。で、これいらないんで、こう見せちゃって。で、一応次、炭治郎か。今回あれなんですよね。一応、カップル、こっちがあれなんですよね。あの、胡蝶忍ぶと、誰だっけ、これ。名前がたまに出てこねえ。誰だっけ、この人。水の呼吸の炭治郎の先輩。誰だっけ。名前がたまに本当に忘れるんですよね。年のせいか。どうしようかね。ここにこれ貼ったから、ちょっとアンバランスになっちゃった。まあいいや。この辺はでも細かく貼っていく必要ないので。もうちょっとこっちにするか。端っこ端っこでなんか考えればいいか。で、こっちのなんか炭治郎のいろんなパターンか。ちっちゃいのはちっちゃいので、なんかこの辺にまとめて貼っていきましょうかね。あー、危ねえ、もう沈んでる。あ、でもちょっと大きさ違うんですよね、これ。一緒ぐらいか。日の神神楽か。ちなみに確か4月からだっけ、その新しい遊郭編っていうのかな。確かそれが放送されるのって。楽しみなんですよね。でこの日の神神楽はちょっとでかいんで、後でちょっと考えよう。次、Mac バージョンか。Mac バージョン、ちょっと待って、先にちょっとでかいの貼っていくか、外堀埋める感じで。多分その方が安泰っすね。で、真ん中ら辺に多分、あの、その、なんだっけ、炭治郎とか禰豆子の、そうですね、マックの制服バージョン貼っていけばいいと思うんで。このシール取りに行くの？俺、シールって言ったら、だからポケモンシールとかそういうのぐらいだな。あんまりシールとかって俺ないっすから、ね。よいしょ。一応、禰豆子貼って、ケースの開くところだから、ここちょっと開けとくか、一応。一応、禰豆子を貼って、で、そうですね、ここにあれか、あの、霹靂一閃入れてあげるか。これ、吾妻先生、俺よく霹靂一閃、霹靂一閃って呼ぶんですよね。もうね、名前がたまに忘れるんですよ。だから、カナオとかっているんですけど、なぜかこいつだけはね、俺名前がスパーン飛ぶんですよね。あの、その、なんだっけ、炭治郎の同期で。なぜかこいつだけ名前がわかんないんですよね。なぜかわかんないけど。あの、カラスじゃなくてスズメとかって、そっちしか覚えてないんですよね。多分、いねえだろうな。ハッピーセットのこれを N ゲージのケースにつけるやつって。で、一応これか。胡蝶忍は貼ってるから。あ、違う。あと、あ、ごめんなさい。禰豆子か。でかいやつはそうだね。1、2、3、5種だから。これで一応。のすけが取れん。でも多分これシール余りそうだな、大きさ的に、もしかしたら。そうですね、多分貼れずに余る可能性が多いですね。こっちにすれば、そうですね、小スペースに多分1個貼れるぐらいか。
そうですね。ここ多分1列ぐらいはちっちゃいやつ貼れそうですね。というわけで、ねずこのやつやっていきましょうか。おお、バッケツか。血気術。ねずこーと。なんかねずこのやつ面白いな、ほんとこれ。あ、ずれてる。まあいいや、そこまで几帳面に貼る必要はないので。こういうところさえかぶせちゃうっていうのはありなのかな、わかんないけど。したら一応 Mac のやつは除いて。え、待って、ここでかいの入りそうだな。あー、ギリギリだ。超中途半端にピースが余る。そうですね、ここも余りそうですね。ここだから、ここ1、2、3ブロック、ここ3ブロックいけそうだな。ここにでかいの貼っちゃう。ニュースケ貼って、バッケツ貼って。で、炭治郎貼って。ちょっとつもしんか。俺これ好き一番。ちょっとつもしん。面白いですよね、これ。個人的には。だからここのスペースどうしようかな。まあ、あれ、まあ、ギリギリか。ちょっとこの白いスペース被せれば、ちょっとギリギリだった。ちょっとこのちょっとつもしんか話しよう。このちょっとつもしん一回剥がして、白いところギリギリ被せて、で、こっち側も、ああ、ちょっと丸まっちゃったけど。まあいいか。こうかぶせて、その上にこれですね。いねえだろうな、N ゲージのケースにこれやるやつは本当に。いたら面白いですよね、個人的に。まあ、俺ぐらいだからね、本当に。で、そうですね、あとは Mac のでかいやつだけか。多分。4体ぐらいはギリギリか。一応、ねずこ貼って。あ、そうですね。ギリギリっすね。ここちょっと、ここきつきつにしすぎたね、下手に。ちょっとここ剥がすか、いいか。ここちょっときつきつにしちゃったの。ちょっと余裕出しましょうかね。こいつの場合、角が沈んだのかな。あ、沈んでるわ。角だと掘り上げて。押し込んで。思いっきりずれた、これ。こういうのはなんかね、細かくなるんですよね。くだらないところだけ。で、ねずこーくっついちゃった。そうね、ねずこくっついちゃったから、しょうがないんで、あ、最悪。霹靂一閃が取れた。霹靂一閃のでかいの貼って、あ、こういうところちょっとスペース余らして貼るか。こちらここ一個入るんで、これ貼って。で、炭治郎と、伊之助の、でかいの貼って、こうした方がいい。したら、これだけちょっと余ったので、水子ちゃんをギリギリ剥がして、ちょっと炭治郎の足ギリギリにして、向きにならないか。これギリギリにすれば、多分ここね、1個だけ入るんですよ。伊之助の。この。これ確かあれだっけ、なんだっけ、ルイにやられた後の、なんか、あれだっけ、確かルイだっけ。ルイの親父かなんかにやられた時の、多分あれのやつなんですよ。俺、これ結構好きなんですよね。今までガンガンやっててさ、天ぷら好きだなとか言ってさ、猪之助が大人しかない。これ結構好きなんですよね。でもちょっとここ、余白が完全にバランス崩れて余っちゃいましたけど。でもちょっと個人的にはありかな。まあそうですね、次、まあ、遊郭編か、出て、鬼滅がどうなるか。その時はだからあれなんですかね。これって姫島さんだっけ？確か姫島だと思って、今ポッと思い出したんですよね。古町忍、時任無一郎、
誰だっけ、あの嫌われてる人名前が出てこないんだよな、忘れた。で、煉獄杏寿郎でイグローバナイだっけ、イグローバナイ、名前が出てこない名前が出てこない調べちゃおう。多分ね、姫島さんになってんだよこれ多分。鬼滅の刃、画像じゃん、ウィキペディア、登場人物、名前さえ分かればね、多分顔分かるんですよ。そうですね、炭治郎がいて、禰豆子いて、そしてで、善逸がいて、で、伊之助がいて、で、柱のメンバーどこだ、鬼殺隊あったこれか、あ、富岡義勇か、で、富岡義勇、胡蝶忍、時任無一郎を煉獄さんでしょ、で、あ、渦井天元か、この派手派手は。で、あ、そうですね、これが時任無一郎か。で、あ、甘露寺蜜璃か。で、姫島さん。あ、姫島さんか、これ。あ、俺合ってるか。多分姫島って言ってたよね、多分。で、あ、で、これがやっぱりイグローバナインか。で、これ誰だっけ、精神異常者。あ、品塚さねみか。確か弟があれだっけ、確か弟がなんだっけ、確かあれできるはずなんだよな。確か弟が、禰豆子と一緒で、なんだっけ。確か、あっちの技使えるんで、バッケツとかそっちの。あ、血気術、血気術。だから面白いですね。まあ一応最後なんかカラスリ言ってもいいし、このままあれか、まあコーティング剤吹いて、そうですね、残すっていうのもあるですね。まあとりあえずこのままね、行きたいと思いますんで、一応、しまっとくか、こっちに決めては。普段は多分こっちのケースにまとか、まあ、持ち運ぶときにするか、まあ、そこら辺未定だけど。まあ、ちょっと個人的にね、鬼滅のやつは鬼滅のステッカーで、まあ、やりたいと思ったから、やっただけなんでね。まあ、個人的にそうですね、どうするか。まあ、その辺は後で見てみとこうかな。まあ、面白み半分遊び半分と思ってたね。まあ、せっかくだってハッピーセット買ってさ、まあ、シールがもらえるっていうのは、それはハッピーセット買いますわな。一応、ハッピーセットって確か金曜日からだっけ？確かハッピーセットって毎週金曜日になんか変わったりするんですけど、2週間とかか。昔はほんとそれこそあれか、恐竜キングとかがね、俺がガキの頃かあったんですよ、虫キングとか。ハッピーセット。あ、一応でもあれ、プリキュアもやってるんだ、今。へぇ。面白いね。次どうなるか、次どうなるんだろうな、やっぱり次の別の柱とかが出るんですかね。これ面白いよね、このなんだっけ名前早速忘れたんだよ胡蝶忍は分かるけどこっちが分かんないんだ、相方が。まあそうですね、そんなところですかね。まあ結構無駄なことになっちゃったんで、まあこの後もちょっと撮りたいとこいっぱいあるんで、お待ちしたいと思います。ではまた次回のところでお会いしましょう。ありがとうございました。